はい、こんにちは、リハリ救世隊員です。今回は体力が落ちている人でも最短で体力をつけられる方法についてお伝えの方していきます。では早速お聞きしたいんですけども、体力が落ちるそもそもの原因を実は年齢のせいやと思ってないんですか？実はこれって間違いなんです。なぜなら体力が落ちる原因ってのが実は加齢のせいで、要は年齢いくせいであるっていう科学的な根拠って実はないんです。さらにですね、体力っていうのは実は70とか80になってもつけることって可能なんですね。では体力がみるみる落ちてしまう本当の原因っていうのは何なのかというと、実は加齢、要は年齢いくことではなくて活動量の低下によって体力っていうのは落ちてしまうんです。例えばよくある例なんですけども、もう年やからもう動くのしんどいわってなって、まあそういった実は言葉ですね、もう自分が年いってるからっていうのを言い出すと活動量っていうのが低下してくるんです。で、活動量が低下してくると体の筋肉っていうのはどんどん硬くなってくるんですね。で、硬くなると動きにくくなる。もしくは痛みとかが出やすくなる。そうなってくるとさらに年やからそれは仕方ない。あんまり動かない方がいいんやと思って余計に活動量が低下するっていう、実はもう年齢のせいにすることによって負のスパイラルに陥ることがそもそも体力が落ちる原因のことがほとんどなんです。なのでこの動画ではそういった負のスパイラルによって体力が落ちてしまった人でも最短でそこから体力をつけるためにはどうすればいいのかですね、こちらの具体的な方法についてお伝えしてきますので、ぜひこの動画最後までご覧になっていただければなと思います。では早速結論からお伝えすると、要は最短で体力をつける方法っていうのはどういった方法なのかというと、実は小さな活動、要は小さな運動とかですね、そういったちょっと動かすことの継続をまずすること、実はこれが最短で体力をつける近道になるんです。ではこれはなぜなのかというと、実は人って体力をつけるってなった時にいきなり体力をつけるために例えばウォーキングをせなあかんとか筋トレせなあかんとか、いきなりハードルの高いことをしようとしがちなんです。ただですね、体力落ちてる人がいきなりそういったことをしても、要はもうすぐしんどくなるので、もう人ってしんどいことって続かないんです。続かないせいで結局やめてしまってまた負のスパイラルに陥ってしまったりとか、あとはもう体力落ちてる人って筋肉っていうのが固まってしまってるので、そういった人がいきなり動くとそういった痛みとかですねっていうのが出るリスクが出てくるので、痛みが出てしまう、だから結局やめてしまうっていう風になってしまうんです。だからそういったのをなくす上で大事なのは、もう本当やってるかやってないかわからないぐらいのちょっとしたもう運動とか活動ですね、そういったのをもう継続するまず習慣をつけることです。で、継続をする習慣をすると運動量が増えてくると徐々に体力ついてくるんです。で、体力がついてきたらそのやることですね、やることのハードルをちょっとずつ上げていくことによって体力っていうのをさらにつけることが可能になってくるんですね。だからもう最短でもう体力をつける近道っていうのは、実はいきなりすごいことをするんじゃなくて、まずはファーストステップとして簡単な運動から始める、これが実は最短で体力をつける近道になってくるんです。なので今からですね、もう体力が悪循環で落ちてしまった人が体力をつけるためにやってほしい運動ですね、こちらについて今から具体的にお伝えの方をしていきます。はい、では今から体力をつける方法についてお伝えしていくんですけども、まず今回お伝えするのは3つやることをお伝えします。で、この3つもすごく簡単な体力をつけるような方法になってきます。で、この3つをすごくもう簡単にできますので、これをもう毎日まず継続する習慣をつけてほしいんです。なぜかというと体力っていうのはいきなりバッとやってつくものではないですので、まず大事になってくるのが活動量っていうのを毎日ちょっとでいいので増やすっていうのが実は体力をつける近道になるので、今回お伝えする3つの内容本当に簡単なやつですので、これをぜひですねこの動画を見てるあなたは継続してやるようにしていただければと思います。はい、ではまず一つ目の体力をつける方法は何かというと、もう寝ながら足踏みです。で、要はもうシンプルです。寝ながらこうやって歩くような動作の運動をするんですけども、なぜこれ寝ながらしてもらうのかというと、もう体力落ちてる人がいきなりウォーキングとかするといきなり負荷がかかって痛みが出るリスクがあるからです。なのでまずはもう寝ながらですね、もう体重とか重力がかからない状態での運動から始めていくっていうのが重要になってきます。なので今からこの寝ながら、ウォーキングですねについて、やり方をお伝えしていきます。
やり方すごくシンプルです。まず上向きにですね、寝てもらって、膝をこのように立ててもらって、でまずはこう右の足を上げていく。で、股関節が90度曲がるところまで足を上げていきます。で、変にぐーっと上げすぎると、もう体力落ちてる人っていうのは活動量低下してるので、上げすぎると腰を反ってしまって腰を痛めるリスクがありますので、もう股関節が90度曲がるところぐらいまで足を上げたら十分です。ここまで上げた時に左の手をこのような形で上げるです。これも、もう肩90度、肘90度ぐらいの形でこのような形で上げる。で、上げたら戻す。で、次反対ですね。左足も同じ要領で、左の足を90度ぐらいまで上げて、右の肩をこのように上げる。で、戻す。これを繰り返すですね。もう要は天井向かって歩いてるようなイメージです。これを、右、左を1とカウントして、これを10回ですね。10回、右左1としてカウントしながら、天井に向かって歩いていきます。これがまず体力をつける方法の一つ目の、運動になってきます。はい、じゃあ次、二つ目の体力のつける方法は何かというと、このままですね、寝たまま膝を立ててもらって、で手を次ですね、横にこうしてもらって、でこれもすごくシンプルです。この膝と足ですね、両方こうやってつけた状態で、このまま足を横にですね、横に倒します。で、倒したら戻す。で、次反対ですね。で、これをできるだけ倒れるところまでぐーっと倒して、この横のラインですね、横のラインっていうのを伸ばしていきます。で、できればですね、呼吸に合わせながらやる方がいいですので、横に倒した時に息をふーっと吐く。で、戻した時に息を吸う。で、倒した時に息をふーっと吐く。で、戻すですね。で、これも、右、で、左、で、1とカウントして、これも10回行います。で、なぜこれやるのかというと、もう、体力落ちてる人っていうのは、冒頭でもお伝えしたように、体が硬くなって、筋肉が硬くなってるんです。特に、もうこの、横のラインですね。横のラインが体力落ちてる人で固まって、それによって結構痛みとかも出やすくなってますので、まあ、だからこう横に倒してですね、固まったこの横のラインの筋肉を伸ばしてあげるっていうのが大事になってきます。なので、倒して1とカウントして、これ10回ですね。10回やって、この横のラインの筋肉っていうのを緩めて、しっかり動きやすい状況っていうのを作っていきます。これが2つ目の方法になります。では最後、三つ目の体力のつける方法は何かというと、またですね、これ膝立てたままですね、膝立てたままで、次はもう頭の上でですね、頭の上で手を組んでもらって、で、これでぐーっと手のひら返して上に、ふーっと息を吐きながら10秒間真上にぐーっと伸ばすです。で、10秒伸ばしたら戻すですね。で、一呼吸を置いて、もう一回ぐーっと上に10秒間背伸びしてください。これをできれば2セットから、まあ、できる方は3セットぐらいやってほしいです。で、これなぜこういったことをするのかというと、体力落ちてる人っていうのは、まあ、先ほどお伝えしたこの横のラインが硬くなるんですけども、さらにですね、このラインが硬くなって、もう、肋骨周りとか胸周りとかガチガチに固まっちゃってる方多いんですね。で、このあたり、が、もう上半身が固まってしまうと、呼吸っていうのが浅くなって、要は、しっかりと酸素っていうのを取り入れられなくなるんです、空気中の。で、そうなると、要は、人っていうのは酸素で動くので、要は、運動量が低下しやすくなってしまいますので、だからしっかりとぐーっと上に伸ばして、上半身を柔らかくしてあげるっていうのが、実は体力つける方法、体力つける上で重要になってきます。なので、息をふーっと吐きながら上にぐーっと伸ばす。で、10秒ほど伸ばしたら戻す。これを2セットほどやって、上半身の筋肉っていうのを柔らかくしていきます。これが3つ目の体力をつける方法になります。はい、以上のやり方、すごく簡単にできると思いますので、まずは毎日できると思いますので、本当もう3分ぐらいできる内容になりますので、できるだけ継続してやってみてください。で、これを続けてやってくると、体が柔らかくなってきて、さらにこれですね、ちょっと足上げて動かすだけで体が動かしやすくなります。そういった状態から次はちょっとずつウォーキングしていくとかですね。
あとは徐々にちょっと筋肉つけるような運動をしていくとか、そういうことをやっていくことによってしっかりと体力をつけることができますので、まず体力落ちてる人っていうのは今日の内容っていうのを継続してもらって、もう最短で体力っていうのをもう回復させていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な、有料で伝えているような内容というのは無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくとプレゼント、無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらえますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり関節の解消につなげてもらって、一生ですね、自分の足を保てるような状態というのを作っていただければなと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。